です、はいはい、遅ればせながら明けましておめでとうございます。さて五木ひろしさんはこちら新橋演舞場の方で新春特別公演をなさっているんですが、今ちょうど後半の山場ということで、はい、終わり次第ご紹介させていただきます。はい、わかりました。後ほどではよろしくお願いいたします。五木さんは去年の総なめいたしましたけれども、何ですか、何ですか、今聞こえませんでした、上がっておりまして、今年を85年にかける意気込みのほど、はい、ここで毛筆で書いていただこうと思うんです。準備しておりますので、意気込みっていうほどのことはないんですけどね。陰縁って書いたんですか。信頼と書きました。あ、そうですか。なるほどね。今年もぜひ頑張ってほしいと思います。では歌の方よろしくお願いします。千葉さんどうぞ。はい、わかりました。それでは歌の準備お願いいたします。わかりました。さあ、それでは歌っていただきましょう。今週の第8位です。長良川演歌、五木ひろしさん。日本テレビの木村です。五木ひろしさんはこちら新橋演舞場の方で新春特別公演をなさっていますが、今後半の山場を迎えます。はい、五木さん、この後まだ打ち合わせがあるということで、もうお帰りになりました。それでは私も視聴者の先に失礼します。木村さんも気をつけて。木村です。はい、堀ちえみさんはコマーシャルの撮影のために21時30分発の飛行機でハワイの方にいらっしゃるんですけれども、はいはい、今日はその前にこちら日光オペレーションセンターの中にありますブリーフィングルームに来ていただきました。そうですか。はい、今8時9分でございますけどね。こんばんは。間に合いましたね、ちえみちゃん。こんばんは。こんばんは。さすがね、スチュアレス物語ね、よく知ってるわね。持ち物の確認ということですけど、スチュアレスの皆さんがね、はいはい、いつも持ってらっしゃるショルダーありますね。あれなんかちょっと大変興味あるんですが、ね、そうおっしゃると思います。ちゃんとお願いしてあるんです。そうですか、お願いいたします。アシスタントパーさんのくのりさんに、ちょっとバックツーとちょっと変わったものだけ紹介いたします。まずこれがないと空港などに入れないというものなんですね。そしてちょっと面白いんですよ、これ。こちらね、木村さんどうぞ。はい、それでは歌っていただきましょう。今週第8位です。リボン、堀ちえみさんです。どうぞ。はい、ちえみさんは搭乗手続きを終えられまして、はい、もう出国手続きの方に向かわれます。テレビの木村優子です。吉井久蔵さんは、4月から始まりました歌のアルバムという番組の収録のため、こちら東京赤坂にあります TBS の G スタジオにいらっしゃっています。ここはですね、誰なんですか。私よくわからないんです。私何の、その作家が分かります。というのはトップ10と同じような番組をそこでやっているスタジオなんでしょ。そうです。曜日は違うけど。そうです。それでここに日本テレビのカメラがありまして、それで TBS のカメラもあるんです。あっても今映ってるのは日本テレビですから。そうですね。そうです。大丈夫。どこ見ていいか分からないぞ。混乱しないように。7台も8台もあるんです。赤いランプを見てください。あ、そうですか。赤いランプついてるんですよ。ついてますよ。みんなついてるんですよ。全部ついてる。よし君、そういえば直子ちゃんのファンクラブにね、入ってるということはこの前教えてもらったんですけど、今度直子ちゃんのなんかラジオ番組でレギュラー出演ですって。よかったですね。今あれやってるんですよ。ちょっと、はい、それでは歌っていただきましょう。今週第7位です。ほら東京サイクダー、吉幾三さんです。どうぞ。